お疲れ様ことかちゃん。今日もすごくいい視点の意見だったわ。本当どんどん成長していますね。いえいえ、今回の議題に関してはアリシア様からいろいろ助言をもらっていたからですよ。アリシア様は本当に優しいし、すごく気を使ってくれる従属のことを考えた政策ですし、理想ですね。甘い政策ですね。こんな政策を実行したところで面倒ごとが増えるだけでしょう。もっと簡潔に実行しやすい方法を提示してほしいものですね。国のお金は有限なんですよ。わかってます、ことか総理大臣。だからといってメディアさんの提案を通したら、また人権軽視した効率重視の政策が増えるでしょう。あくまでメディアさんはパトプン最優先、それ以外はパトプンを満足させるためだけの現状維持と従属一個体の品質管理と上昇、道徳面じゃないですか。ってことで、あさってパトを絶対に地球に呼んでおけよ。妻ならできるだろ。こっちの都合を考えてくださいよ。一国の王ですよ。そう簡単にできるわけないでしょう。ついでにことかも帰ってこいよ。俺の経営してる高級ホテルでお前らおもてなしてやるよ。高級ってわざわざつけないでください。恥ずかしい。というより私はおまけですか。はあ、そうですか。実の娘はどうでもいいんですね。何をそんなに怒っているんだ。デリカシーという言葉はどこに捨ててきたんですか。あの親はことかちゃんも大変なのね。なんで私がここに来たか忘れちゃった。それで能力が暴走して目がずっと治らないんです。どうしたらいいですかね。米国も本当ストレス社会だよな。ちなみに今その目の効果は何？破滅眼ですね。物体を一瞬で破壊する点を視覚化する能力らしいです。だからこうやって生き物の特定のツボをしたら、このように爆散しちゃいます。青鬼、数年ぶりの登場だったのに。でも確かにそのままだと不便ね。どうにか治せるように手伝うわよ。いえ、いっそのことこの力でお父さんを爆散させた方がいいかもしれません。そうすればストレス解消になるかも。むちゃくちゃ娘に嫌われてるじゃない。心情複雑。ことか、白鵬さんは一度死んだら生き返らないからね。他に代用聞きそうな人いないの。マリアさんですかね。最近あの人も早悪ですよ。地球に存在する悪よりも悪ですよ。自分は知ってるし、俺も黙認してるからなんとも言えねえ。あの、二人でお出かけは嬉しいのですが、私、この状態で地球にいていいのですかね。ストレスの原因が帝国と白鵬さんなら、とりあえずそれらと関連する環境から離れた方がいいかなってさ。あと二人きりじゃないんだよな。あの、光栄なのですが、なんで私なんでしょうか。程よいからよ。強すぎる神は影響力高いから。メルリア様を呼んだら二人きりにできないし、エイリはまだ地球の常識を把握できてないから何をしでかすかわからないし。その点この子は悪化中心、弱いから常識外なことはしないのよね。遠回しに弱いから面倒見やすいって言われた。パト君、この看板のツボをしたらどんな壊れ方しますかね。どうだろう、一応鉄類だからな、粉々ってイメージはないよな。俺ここで待ってるからゆっくり見ておいでよ。でもパト君、今私が触ると不意にツボに当たってギリギリに破けるかもですよ。だからだよ、ことかが気に入った下着を俺が握っておくんだろ。なんかその絵図やだ。なら頭にかぶってたら、なら問題なしよ。どっかがやったら俺もやってやるよ。仲良く変質者になろうぜ。真面目に答えんか、月下よ。冗談じゃない？お堅いんだから席は。こっちが主なんだろう。片棒もいい加減堂々として欲しいものなのぜ。うじうじどうでもいいことに悩みおって。席は男性ものの下着持ってうろうろできる。問題なしぜ。そもそも下着は男女関係なく布ぜ。恥じらう気もならん。ああ、よく考えたら席千年近く取りだったんだ。私たちの感性を当てはめるだけ無駄だったわ。こけ。全然治りませんね。もしかしてずっとこのままなのでしょうか。気にしすぎだよ。ことか、治らないって意識しているのがストレスになるんだから気にしない。でも気にしないでいるとこうなっちゃうんですよ。ことごとく爆破されにくゲテモノたち。地球の技術力はすごいですね。力でも能力でもないのにここまでの速度を出せるなんて。やっぱり別の星出身の子から見たらこの星の文化は漫画みたいな反応になるのね。まあ帝国に行った時の反応も私はこんな感じだったし、そんなものか。というか、なんか増えてるわね。自分で言うのもなんだけど、白率高くない？
電車経験者の私が電車初心者に心得を伝授してあげあげ豆腐。神野様、この電車は何で動いているのですか？石炭だよ。いつの時代よ。基本的に電気よ。まだ石炭列車は存在するらしいけどまれよ。石炭は私の星でもありました。あれで動くのですね。知りませんでした。わろたにぃ。あ、君、無断で電車に乗ったって通報があったよ。ちょっと来なさい。びっくりするほどユートピア。ハーナーヒーデー、やーだーやーだー。あれってシーノさんじゃないですか。あれほど騒ぎにならないようにって言ったのに。というか透明化解くなよ。透明化できるのですか？そうそう、白の正気人は最も純粋な存在らしいから、世界と同化する力、すべてを浄化する力、を持ち合わせてるみたい。その関係で石化と同じ、原子支配、持ちらしいしね。でもなんかすごそうには見えませんよね。最上級神序列7位なのに。そろそろ助けに行くか。ああ、俺とはぐれて慌てちゃったんだと思います。今後気をつけます。はい、お金は次の改札で支払います。ごめんなさい。シーノ、楽しみたいのはわかるけど中途半端に透明化解いたらいろいろまずいって言っただろう。ほら、説教中に消えるな。結局一日では治らなかったな。ストレスが原因ならさすがに一日では無理そうですね。まあ、本当に辛いなら休みなよ。メリアには言っておくからさ、仕事もその間止めておくし。そうしてもらえると助かります。このままだと本当に犠牲者が出そうですから。おう、青鬼たちはここかの犠牲者カウントに入っていないけん。約束破った。いやいや聞いてませんよ。いやほんとですよ。予定、それは僕の秘書に聞いてもらわないと、僕も自由に動ける身じゃないんですから。とりあえず、僕の秘書に直接連絡お願いしますよ。コトカに行っても役職が違うから手間が増えますよ。コトカちゃんが黙ってたのかしら？そうだろうね。コトカのことだから忘れることはないだろうし。あ、そういえばコトカちゃん目が一晩で治ったらしいわよ。一時的なものだったのかな？コトカちゃんから聞いたけど、昨日あの後面白いことがあったらしいけどね。困りましたね。この目のままだと油断したら部屋が壊れてそうで。メリアさん、最近ギスギスしてるから気まずいですね。今開けますね。でもこんな時間に珍しいですね。何の用件でしょうか。ほうほっほっほっほう。何ですか今の。とうとうこの目は変な幻想を見るようになったのですか。まさかこの目の効果は自分にも当てはまるのでしょうかね。ちょっと、コトカちゃん、開けてー。びっくりするのはわかりますけど私、メリアで間違いないですから。なんて格好しているんですか。しかもこの季節にサンタって。だって、最近仕事でコトカちゃんに嫌われてるので、少しはお茶目な部分を見せて気を許してほしいんですよ。ちなみに誰の提案ですか？せっかちゃんです。そうね、そんな提案する人せっかちゃんかソフィアちゃんかカナちゃんくらいですよ。よく考えたら結構いました。もう、気にしすぎですよ。自分から嫌われようとしてるのに。それでプライベートまで嫌われたら本末転倒ですよ。仕事は対立的立場に立つことでコトカちゃんを私なりに育ててるんです。別に仕事の件で怒ってませんよ。私が怒っているのは例の実験ですよ。何度も言ってるじゃないですか。必要なことなんですよ。誰かがやらないといけないんですよ。非人道的行為なのは認めますけど。だから国民を使うのも他国から引き抜くのも反対です。だからといってレプリカを使うのもなしです。犠牲の上で成り立つ平和には限りがある。暴力で得た平和はまた暴力によって壊されるのです。歴史がそうだったのにわざわざ偉人の失敗を繰り返さなくてもいいでしょう。デメリットばかり見ていても仕方ないでしょう。デメリット以上に得られる成果が大きい。技術と知識の独占と発展は将来的に犠牲者の数億倍と長い時間の平和をつかむ希望です。いいですよ。この話はどちらにしても解決しません。対立して考えが合わないまま終わる話。プライベートは私も忘れます。ですが私はメリアさんのことを恩人だと認めていますし、尊敬もしています。だから自分自身を陥れる行為はほどほどにしてくださいね。心配させるなら話さない方が良かったですね。いえ、むしろこの話を専属信頼で私にしか話していないのはありがたいです。せっかちゃんだと絶対に絶交されてますよ。そうですね。せっかちゃんと白には絶対に言えないです。するには無理だったけど、お互い本心で嫌っている仲じゃないから少しでも話して仲直りできたらいいわね。さて、今日もあの自己犠牲精神が強いメリアさんを説得しないとですね。メリアさんを根本的に言い任せることができるのは私だけなんですから。あれ、まさかあいつ、わざとカトに伝えなかったのか。何が起こっているんだ。あれか、反抗期か。確か最近の反抗期は遅いと聞いたな。これが父親の宿命なのか。お父さんの電話は1ヶ月着信拒否と。ご視
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。